どうも皆さんこんにちは、ビーチクボーイズです。今回はラムの依頼ではなく、大真面目に名探偵コナンの解説をしていこうと思います。今回のテーマはこれ、新キャラピンガの解説です。着々と新情報が公開されている劇場版名探偵コナンですが、ついに新黒の組織のメンバーピンガが登場することが判明しました。果たしてこのピンガ何者なのか、ここをビーティク視点でしっかり解説していきたいと思います。ちなみに新ビジュアルの源太くん、相変わらず能天気ですね。それでは早速参りましょう。第一テーマ、公開情報のまとめ。まず今判明している情報を一旦整理しましょう。今公開されている情報は、組織のナンバー2であるラムの側近だということしか判明しておりません。年齢はおろか男性か女性か未だに謎に包まれています。ですが今までの劇場版から推定すると、おそらく重要なキーマンになるでしょう。まだまだ謎が多いですが、今明かされている情報で考察していきます。第2テーマ、ピンガとラムのお酒の関係性。まずピンガという名前から考察していきましょう。もう黒の組織のメンバーの皆さんはご存知かと思いますが、メンバーそれぞれお酒のコードネームが与えられています。我らがジンの兄貴もジンというお酒です。もちろんピンガもお酒の名前ではあります。ではこのピンガというお酒にヒントが隠されているのかもしれないので、ここを徹底的に深掘りしていきます。ピンガはもともとサトウキビを原料として作られるブラジル原産の蒸留酒であるカシャッサ、カニーニャなどとも呼ばれています。そしてラムも同じサトウキビで作られており、近しい関係性であるとも言われています。まさにサトウキビを原料とした兄弟のようなお酒でもあるのです。つまりあえてこのピンガというコードネームを与えられたということは、兄弟といった近しい関係性なのではないでしょうか。だからこそラムがピンガを絶対の信頼として側近というポジションで共に行動している可能性があります。第3テーマ、ピンガの能力。黒の組織はあらゆるジャンルにおいてエキスパート集団でもあります。ウォッカは銃、操縦のプロであり、コルン、キャンティは狙撃のプロ、シェリーは研究員として活躍。他にも身長がめちゃくちゃ高い、なぜか関西弁のテキーラ、物忘れのひどいジンもいます。ちなみにナンバー2のラムは変装の名人で、中身が多種多様であり、同じラムだとしても原料、製造方法、原産地のものかは店によって異なり、人によって印象の変わるお酒、この人によって味の印象が変わるというラムというイメージにぴったりの能力ですね。ではピンガはどうでしょうか。ピンガのお酒としての特徴は、法律で原料、製造方法が決まっており、どこで飲んでも同一のピンガ酒が出てくるというあまり特徴はなさそうです。では他の意味ではどうでしょうか。実はイヌイット神話においてピンガは狩猟と月の女神、高みにいるものという意味もあるのです。この高みにいるものはナンバー2の側近にふさわしい名前ではありますね。そうなると狩猟と月というワードも関係性があるとすると、ハンティングのプロ、まさに獲物という灰原を追い詰めるキャラとして活躍してくれそうです。月という夜を連想させるワードも暗殺としての意味が込められていそうです。ここの女神から女性である可能性も高いですね。第4テーマ、劇場版でどういう活躍をするか。ではここで改めて状況の整理をしていきましょう。今までの考察から、女性でありピンガはラムと兄弟であります。そして側近として狩猟、いわゆる黒の組織と敵対するターゲットをハンティングする暗殺のプロだと考えられます。このピンガがアイちゃんを追い詰める役割として活躍しそうですね。以上がお酒としてのピンガ、イヌイット神話としてのピンガから考察しましたが、皆さんもう一つピンガの別の意味があるのを知っていますか。そうです、ピングーに登場するピンガーです。おいおい、ビーテクは何を言っているんだ。ピングーとコナンを一緒にしてどうするんだ。こじつけにも程があるだろうと。ちょっと待ってください。先ほどラムとピンガはお酒の由来から兄弟の可能性があると言いました。実はこのピンガはピングーの妹なのです。しかもイヌイット神話の由来の女神イコール女性という点も一致しています。これは偶然の一致とは思えません。ではピングーとピンガーの関係性から何を読み取れるのか、よく見てください。このピングー真っ黒ですよ。しかしピンガーは真っ白。まさかピンガーはスパイ。これが本当にそうであれば、このチャンネルはまた消されてしまいますよ。まあスパイとまではいかないですが、狩猟のプロとしてコナン君、アイちゃんの正体をつかみ追い詰めますが、何らかの理由で味方側になり、コナン君、アイちゃんをかばい、ラム、ジンといったキャラに殺されてしまうという展開もありえます。アイリッシュを彷彿とさせるストーリーですが、この展開は200億確定ですよ。最後にまとめですが、ピンガーは女性であり、
ラムとは兄弟関係である暗殺のプロであり、灰原愛を追い詰める役割がある。しかし何らかの理由で組織を裏切り、コナン君と灰原愛を助けるために身代わりとなるといった考察ができます。一つでも合っていたらぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いいたします。いかがだったでしょうか。やはりコナンの考察はやっていて楽しいです。皆さんもぜひどんな展開になるか予想してみてくださいね。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。